はい、夢チャンネルです。今日は、4月15日日曜日、上海の、予園というところにやってきました。ここも観光地としては超有名なところです。で、ご覧のようになんか昔の中国っぽい建物がずらっと並んでます。ただちょっと本当に昔からあるものかどうかちょっと詳しく分かんないんですけど、もう観光地化されてますんで、かなり手を入れられてると思います。で、予園自体は、実際この中のにある、庭園みたいなところがあるんですけど、その周りに予園小城という、まあお土産屋さんだとか飲食店がいっぱい並んでるっていうエリアです。で、ここから中に入っていきます。で、日曜日のまだ朝の8時半ぐらいかな、ですからまだまだ人が少ないですけど、おそらくお昼ぐらいになるともう本当に歩けないぐらい人でごった返してきます。こういう感じですね。なんか日本でいう江戸映画村みたいな、そういうイメージなんでしょうか。はい、このようにお土産屋さんがたくさん並んでますけど、まあ、正直買いたいというようなお土産が中国あんまりないんですよね。あ、ここは昨日、別の店舗で行きましたけど、超有名な南山万頭店という、シャオロンポのお店ですね。やっぱり朝から並んでます。おお、たくさん並んでます。はい、これもう少し時間が経つとすごい並ぶと思います。さらにまあ、予園のその小城の中は本当にこういう感じで、なんかこう楽しいワクワクするような、まあ、城壁に囲まれたっていう感じのところです。建物がすごいですね。シャオチグワンチャン。
ここだ。さっきの小さな店で南昌万灯店っていうのがあったんですけど、ここが豫園の中で一番有名なシャオロンポーの店の南昌万灯店ですね。ここはもう人がいつも並んでます。多分昼間来ると無理ですね。昼間に来るともう並ぶのが大変で無理だと思います。南昌という上海から少し行った郊外にですね、南昌という地名がありまして、そこで生まれたシャオロンポーの店ですかね。写真1枚10元180円ぐらいですかね、日本円で。これは中国三大美人、絶世の美女楊貴妃でしょうか。中国有最老坏的，来就来了。まあ一般的に豫園っていうところはこのエリアのことを言うんですけど、本当のこう豫園の庭園っていうのはここの正面の白い壁の向こう側になってまして、有料のエリアになってます。まあ昔の中国式の庭園みたいなところですね。有料で入れるようになってます。でそちらの庭園の方はですね、今日は入りません。豫園の周りの、ショッピング街の方をですね、今日は見て回ってます。はい、今豫園の庭園の方がオープンしたみたいですね。こちらです。まあいつかチャンスがあればもう一回庭園の方も入ってみたいと思います。まあこのような感じで飲食店、食べ物だとか、まああんまり買いたいとは思わないんですけど、こういうお店がいっぱい並んでますね。まだまだ奥の方にもあります。はい、ここが豫園です。はい、以上豫園シャンちゃんの動画でした。